このレート帯だと全体ダメージなんてほとんど意味がないってことだね。タンクディフ。このゲームの全てが詰まってる。キャスディ使うか。キャスディの方がスタッツ見てもキル数多いんだな。やってると感覚でしかないから分かんないけどね。キャスの方が活躍してんだな。勝率にもね出てるね。 78% と 51%。 さすがにちょっとデカすぎる気がするけど、キャスむずいよな。勝つにはこいつ使うしかないんだろうけど。やば、まずい。おー、なんかヒールやばくね、それ。ヒール足りてない。いや、ブーストえぐいな、やっぱ。マーシーのブーストつんよ。やっぱキャスなのか。スタッツはキャスって言ってるよな、勝てるのは。実際8割ぐらい割ってるもんな、今キャスピックしてるしない。ソロで8割勝てるけどな、キャス。今シーズンちょっと順調すぎて怖いです、正直。なんかまあスタッツ見てみたらあれなんだよね、キャスの方がやっぱキル数多いんだよな。ソルジャーだと多分キャリーしきれないんだと思う、多分ダメージが足りなくて。結局ダメージってその瞬間火力が足りなくて、ダメージ自体は出てるけど、スタッツだってダメージ1万1000だけどキルが18ぐらいしかないから、まああれでね、落としきるところまで行ってないってことだね。ヘリックスもあるとはいえど、やっぱキャスで、ね、3回打って殺せる方がチャンス多いしな。ヘリックスで殺せるチャンス。そうなんだよ。だつまりこのレート帯だと全体ダメージなんてほとんど意味がないってことだね、勝率を見ると。そんぐらい差があるマッチが多いってことだね、ほとんどの試合。だ結局キャスが、まあ、強いっていう結論になりそう。スタッツを分解すると、スタッツが全てではないんですけどね、状況によってもいろいろあるから。状況にもよるね、まあ、あくまで7死で見た場合そんな感じ。グレがめっちゃ強いね、正直。やっててライブ環境にやっぱ野良がぐしゃぐしゃにされることが多いから、まあそういう意味ではキャスは抑止力にはなるよね。そういうとこはある、こういうのはある。あとベンチャーもまあライブキャラだし、3、2、1。 やった。何なんだよ3、2、1。何が3、2、1なんだよ。何のタイミングだよ。3、2、1。3、2、1。そんな別にないだろう、何も何もないだろう。3、2、1。3、2、1。タンクディフ。やば。タンクディフじゃねえだろ、どう考えても。 DPS ディフだろこれ。かわいそうなんだけど、マジでこれでタンクディフって言われるのやばいだろ。どう考えてもタンクより前に出てるベンチャーのせいなんだよな。このゲームの全てが詰まってる。あとは我々ディフェン、それもあるね。あれでもなんか作戦っぽいけどな。
あいつ煽って破壊してやろうみたいな、なんかあの一番活躍してるやつをわざと煽って破壊して勝つみたいな作戦を取ってるシーンもあるよ。この間だからあったよ。こっちが圧勝してて相手のことをめっちゃ煽り始めて1対1ぐらいになってるのかな、キャプチャーかなんかで、で急に味方が3人ぐらいトロールし始めて負けかけたことあったよ。相手1人タンクずっとトロールしてて、こっちのタンクもトロールし始めて、それに乗じて味方のサポートもトロールし始めて、もう負けるとこだった。危なかったマジで危なかった。最後の頃ぐらいまでトロールしてて、最後まともにそのサポート2人がちょっと動き始めて、で相手のトロールしてたタンクも勝てそうだったから急に普通に動き始めて、こっちのタンクはトロールしっぱなしみたいな。マーシーがタンクリフトがいってるのを見ると俺はすごい絶望感を感じるときは、まずい。ナイスだな。アナの人めっちゃうまいねん。てかまあ速攻アナ出す時点でうまいよ。アナがうまいってかもサポートがうまいな。あ？なんかいるっぽいな。ナイスー。いやヒーラーがうまいですわこれは。これはやばいです。アナが特にやばいです。マーシーはまあもう普通じゃない。わかんない、普通のマーシーって感じするけど、この試合じゃわかんない、マーシーの良さ。正直この試合でマーシーの良さが出るかって言われたら全然そんなことない。こんな押し込んでるから。死なないっていうか、でも死なないだけじゃダメだよ。あのアビリティ吸ってくれないとマーシーは死なないだけじゃダメだ。アビリティ吸って何本のキャラだからな。キリコと似てるか、そういう意味では。かなりキリコと似てますね。後ろにいるだけのマーシーはマジであんまって感じだ。そうどれだけアビリティ吸えるかが大事だから。線繋いどくだけのマーシーはまあそれはまあ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 普通って感じ。普通のマーシー、それがむずいから、まあ、マーシー自体が弱いと言われておりそういう話なんだよ。まあでもそういう役割です、マーシーは。でもそういうことで相手依存で難しくて実際あんまり機能しないからマーシーは弱いって言われてるんでしょ。役割に差が出ないかって言われたらそんなことはないんです。そうむずいだけど、サポートはでもある程度やっぱあれでしょ、ダメージ吸うのも役割でしょ、キャラによるけど。特に移動系のアビリティ持ってるやつは絶対そうだよ。全部前出て吸えって言ってるわけじゃないから。